こんにちは、ごめんなさいです。今回はめちゃくちゃ久しぶりだと思うんですが、クララはやっていきたいと思います。でですね、こちら、これか。今ね、小屋型のね、メガナイトデッキっていうのがちょっと流行ってると思うんですが、まあ、このトロフィー台だとね、そんなにこうテンプレが多いってわけではないんですけど、まあ、これがまあ一応メガナイトコアツのテンプレかな。なんですけど、左上見ていただければわかる通り、メガナイトがカンストできましたよということで、なかなか時間かかりましたけど、交換とかしてね、トレードとかしてなりましたので、そうですね、ちょっとこのデッキでアリーナ行こうか、2000ぐらい行こうかなというふうに思ってます。どうしようかな。ちょっとね、もう少しでレベルが12になるんですよ、タワーレベルで。左上なので、ちょっとレベルが低いやつ上げたいなと思い、ザッピーは上げない、今は上げないかな。ザッピーは、ウルトラレア普通に高いんで、あれ、レベル、ちょっとレベル低いやつとかなかった。あーあった、ここら辺ね、行くかな。そうだからね、お金がないんですよ、お金が。一応チャレンジは全部クリアして、お金集め、あ、ニャッハーってことで、今気のせいだったなえ、ニャッハーって聞こえない、なんか、ああプリンセスか、なるほど、ニャッハーって聞こえたから。上がらないやつ、まあ、レベル9まではね、チャレンジでね、レベル9固定なので、あ、これで来ますかね。レベル8ですけど、来ました、来た、8万ってやばくね、8万やばくね。ちょっとごめんなさい、画面が止まったんで、今ちょっとエリクサーが溢れてしまった。ドッカンして、こうかな、いいよ、ポンからの、そっち行く、なるほど、こっちに集中させといて、 OK。 いやでもやりこぶが意外とね、削ってくれるのかな。なるほど、こっち出しといて、入ったらこんな感じだね。ちょ、ごめんね、パソコンの画面うまく見れないからね、画面がね、エラーが起きてるのかとちょっと確認しづらいんですけど、テスラあったよね、テスラがあったんで、使いすぎな、こうでこう飛んでって、でプリンセスも倒してくれたら嬉しいな。ちょこんちょこん、いいちょこんだ、入るか、一発惜しい、ウッドを使った、今こうやでしょ。バルーンがちょっと来たんですけど、片手でちょっと止めながらやったんで、大丈夫、止まってない、止まってない、いけ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 、カンストカンストからの、よしよしよし、あ、ちょっと待って、よしよしよしじゃない、大丈夫、5 7 6 9 4 3、倒して倒して、2
ワン。オッケー、ナイスナイスナイス、オッケーオッケーオッケー、ありがとう。ちょっと画面止まりながらあったんでちょっとあれだったんですけど、まあ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 オッケー。なんか今こういう形、まあ若干なんかね形が変わってたりすると思うんですけど、スケルトンじゃなかったりとかするんですけど、なんかこんなのも流行ってるみたいなので、これもちょっとねちょこちょこ遊んでたりしてるんですけど、まあ、なかなか勝てない。ちょっと やってみましょう。一回やってみようか。こちらでいきましょう。あぶねー、ちょっとゲップが、喉鳴りが。いきましょう。日本の方かな、伝説行こうよ。まあナイトだったり、まあ、ベビドラはちょっと下方修正されたり してたりするけど、ちょこちょこね。まあですけどベビドラとかは開けといていいよね。なるほど、痛えねーそれ。え、ちょっと待って、結構やばくね、結構やばくねこれ、結構やばくね。ちょっと待って、これやっつけてもらって、もう一回やろう。ちょっともう一回やりますね。ちなみにこのペッカはどれぐらい持つか、あ、今ぐらいなんですね。ボンバー投げろ、ボンバー、ほら、よーし、こんな感じだよね。でもねだから本当は防衛して体力半分以上残ってるナイトだったりとかベビドラに対してスケラーをかますんだよね。でポイズンみたいな、ポイズンかけてって今回の場合だとね、まあ、いいのかなーって感じですけど、てか今のってさコロコロが残んなきゃダメだよね。グライダーモードに戻んなかったな。そうだからね、これはちょっとね、あの楽しいのかなと思って練習してるんですけど、全然ちょっと勝てんね、勝てないっていうか、もう使い方の問題かな、レベル以前の問題。うわー、痛い。ここからのダブルベビドラナイトスケラーこうするんですよ。片方だけでも降りたい、片方だけでも降りたい、そこだけでも降りたい。ウキ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 、落ちび落ちびちゃん、あ、やめろ、守れ。2月なら耐えれる。でも嫌な目が飛んでくる。せーもう誰が倒したの？待て、奇跡、今なん誰が右倒したの今？ちょっと待って、誰が右倒した？はい、ありがとうございます。ってことで今回はこちらですね。まあ、メガナイトがガンストしましたので、その記念でちょっとね動画撮ってみたんですが、まあ普段ちょっと使ったのはこれだけど、今はあまり使ってない。そう、別のこうデッキちょっとやって、でちょっと安心安全でいきたいなって時はちょっと慣れてるデッキでって感じなんですけど、これ見るとさ、あれだよね、ちょっとディガーとかメガナイトをもらうためにトレードで出したりとかしてたんで、ちょっとね、なんでちょっとディガーもちょっと減っちゃってるんですけど、これでもさ、メガナイト12でしょ、で、ギャング関するでしょ、で、ザップも関するでしょ、で、コウモリ、まだ集めてないんですけど、コウモリもまあ、近いよね。250だから、10回トレードすると、マックスですよね。なるほど。自分のデッキがね、このメガナイト枯渇をちょっといじって、この形にしてるので、やっぱりなんだろう。スペルで防衛っていうね、そう防衛とか攻めとかできるっていうのがいいなーっていうので、
こっちでやってるんですけど、なかなかでもやっぱりレベル高くなってきましたね。まだね1年経ってないみたいなんですけど、そう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 、まあ、それでこう一番使ってるウルトラレア完走できたので良かったなというふうに思います。次はディガーとかかなって、インドラをねとりあえず重鎮に上げたいなって感じはあります。はい、ってことで最後の章ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。やばい、まあ、とりあえずねめちゃくちゃ嬉しかったです。完走してね、ありがとうございます。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録は画面左の登録ボタンからお願いします。この動画に関連する再生リストは真ん中の再生リストをクリックかタップしていただくと見ることができます。その他にもいろいろな動画を上げておりますので、ぜひご覧ください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。